妻が思っていた以上にバカだった。こう書くと、随分ひどい言い方だと思われるだろうが、実際バカだと思っている。あんなバカだとは思わなかった。俺の母は、不動産を複数所有していた。結婚した翌々年にその母が死んだ時、それらを父や兄や姉と分配して、俺は月決め駐車場と小さいながらマンションの一棟を相続した。そして母の一周忌が終わった時に妻から離婚したいと言われた。理由を聞いても俺くんのことを好きなのかどうかわからなくなった。この先一緒に生活していくより自分の人生を考え直したい。とか言って、俺の方は全く納得できず、説得しようとしても、とにかく嫌、もう離婚したい、と、具体的な理由を言わず、離婚したいってことならば、俺としては、慰謝料請求することになるが、それでもいいかと聞いたら、別に構わない、とにかく離婚して、と言い、その様子から、もう無理なんだなと思って、白旗をあげた。ところが、財産分与の話になると、わけのわからないことを言い出した。妻は、結婚後に得た財産は夫婦のもの。と友人に言われたらしいんだが。だったら、家賃収入のある、駐車場かマンションのどちらか。あるいは、それぞれの半分の権利を得たら、楽に暮らしていけると思ったようだ。それだけもらえたら、慰謝料なんて微々たるものだという計算だったらしい。その認識が間違っていることを知った途端に、気の迷いを理由に離婚要求を撤回。友人から聞いたことを真に受けて、自分で調べもせずに離婚を求めてきた。その頭の悪さが衝撃だった。自分の妻はそこまでバカだったのかと情けなかった。どんなに泣きながら謝られようと、妻の裏の顔というか、お金に対する醜さに気づいてしまった以上、俺の方がごめんだった。今度は、俺の方から離婚を求め、義父母からも、バカな娘を許してやってくれと謝られたが、やり直す気持ちになれず、調停に、妻はやり直したいと訴え、調停員からは、一度だけ許してあげれば?と言われたが、それでも気持ちは戻らなかった。3年程度の結婚生活での貯蓄など、たかが知れてる。財産分与を放棄して、引っ越し代と当面の生活費として、いくらかのお金を都合するから、離婚してくれ。ダメなら、裁判でも何でもやって、法に則って財産分与することになるが。と言ったら、今度は、向こうが白旗あげた。もう、うんざりだった。説得しに来た義母に聞いたが、妻に余計なことを吹き込んだ友人とは、子供の頃からの幼馴染だったらしいが、あまり恵まれた環境にいる人ではなく、妻がその幼馴染相手に、俺が相続したことによって、金持ちになった、金持ちになったと、随分自慢したらしい。それが、幼馴染の逆鱗に触れたようだと、疑うことを知らない、素直な娘だったばかりに、って、よよよと泣かれても、いやいや、10代の小娘じゃあるまいし。それは、素直なんじゃなくて、ただのバカだろ。と言いそうになったが、ぐっと耐えた。なんか、バカバカって書いて、不快だったらすみません。